おはようございます、千春です、夢を叶える専門家千春です。心、体、環境を整えることで夢を叶えていきます。そして人と人がつながる仕組み、夢をね、に向かって続けられる、夢を叶え続けられる、そんな仕組みを作っていきます。はい、では今日のテーマです。今日のテーマはね、質問をいただきました。夢に関する質問をいただきました。とてもいい質問です。そのね、お答えをしていきたいと思います。ご質問いただいたのは、私はいつ、なんかどんな風に勉強していますかというご質問です。ありがとうございます。いつどのように勉強していますかというね、ご質問です。ありがとうございます。やっぱりインプットすること大事ですね。大人になってからの勉強ってすごく楽しくってね、インプットしてそれをアウトプットしていくこと、それをすることで大人になってもどれだけでも成長していけると思います。はい、で、私の一日、じゃあちょっとね、を通して考えてみました。まとめてみました。まず、私の朝はね、4時台から始まります。朝4時台から始まって、朝起きたと同時にインプットの時間になりますね。インプットの時間になります。というのも私ね、これで今ね2年半なりますが、2年と10ヶ月経ったかな、2年10ヶ月になりますが、ショールームというね、配信を、毎日続けているんですね。休まず続けていて、それが5時15分から5時半までの配信なんです。学びだったりとかをアウトプットさせてもらっています。それに向けてまず4時台に起きてどんなことを配信するかとか、あとはね、ちょっと仕事でやっておきたいことなどを、その朝起きてから、5時までの間ですね、5時15分までの間にまとめたり勉強したりというふうにしています。だから私は一番は朝時間かな。その4時台に起きて5時15分までの時間に、自分の中でインプットや、ある程度のまとまった勉強をします。で、5時15分からそのショールームという配信をして、5時半に終わります。で、そこからね、朝ランニングや、朝スイムに入っていきます。で、その間に、このね、動画を撮影したりしています。動画を撮影しているので、今日もこの後ね、朝スイムに行きます。朝スイムに行きます。で、あとは朝スイムしながらとか、朝ランの後に瞑想をして、家に帰って娘と一緒に食事をして、で、出勤、8時に出勤して、だいたい帰りが、そうだな、8時とか9時ぐらい、お仕事させてもらっているのが、出勤して8時からだいたい夜もそうだね、8時から9時ぐらいの帰りになることが多いですが、そのね、通勤時間っていうのもすごく、大事というか重宝しています。車で15分ぐらいなんですが、その間にボイシーだとか、YouTube などで、いろいろな情報を聞き流すんですね。聞くことで、いろいろ学びになったりします。あとはね、この自分が撮った動画をちゃんと撮れてるかなとか、皆さんに聞いていただけるような内容かなっていうのもね、それを聞いたりして、勉強になっています。あと、そうですね、こんなことしようとか、アイデアなんかもその通勤時間の15分でできているかなというふうに思いますね。で、もう仕事の間は仕事に集中します。で、帰ってきてからまた、帰りのね、時間、仕事終わったら、もう職場を出たらね、そこからね、スコーンとね、自分のその夢を叶える専門家の仕事のことだったりとか、もうね、モードをスコーンと切り替えるんですね。スコーンと切り替えます。場面場面で切り替えるっていうのも、仕事のなんか勉強時間に大事なことかなと思います。場面の切り替えをしていくっていうことね。で、その後、夜スイムに行けるときには夜スイムに行きますね。火木曜日に夜スイムがあるので、その時はね、夜の9時15分からね、10時15分まで夜スイムが1時間あるんですね。そこに参加してきます。そこに参加することでね、その日一日のなんかいろいろやっぱりごちゃごちゃあったりしますよね、一日も。でもね、そこでスコーンとね、気持ちが切り替わるんですね。そこも、次の日の勉強に
集中するためにすごくいい時間です。頭をリフレッシュさせるのにすごくいい時間になりますね。はい。で、夜はもう帰ってきたらもうだいぶ頭も使っているので、どちらかというともう、寝るための準備、そして次の朝の準備のために時間を集中して使います。朝の段取りだったり食事の支度だったりとか、ね、明日の朝パッと動けるように、あの衣服ね、服の用意、朝スイムがあるときは水着の用意とかもして、で、ね、なるべくもう11時には寝るというふうにしています。そうすることでまた朝ね、気持ちよく4時台に起きることができるんですね。はい。ということでちょっと長々とお話ししてきましたが、まとめとしては朝時間をうまく利用しているということです。朝時間の頭のリフレッシュした時、すごく頭がいい状態の時に、勉強時間、インプットの時間を利用しているということと、あと隙間時間として通勤時間だったりね、そういった隙間時間を利用する。そしてその隙間時間を利用する時にはスコーンとメリハリで、そこに集中するということですね。集中をしてもう他のことをああだこうだ悩まない、もうそこのことだけを考えて集中して、する15分でもあったらやるというようなところですね。あとはね、大事なのはリラックスの時間も大事だと思います。フルに動いているのでからこそ、あとリラックス時間すごく大事だと思います。私にとっては朝の瞑想時間と、あとスイミングの時間ですね、これが自分をとてもリラックスしてくれて、リフレッシュさせてくれますね。いかに集中して勉強時間を作るか、隙間時間を利用して隙間時間を作るかというところだと思います。そうだね、そうやっぱりあと朝時間も、5時15分から配信があるから5時までには勉強を終わらせようっていう、その終わりの時間があるのも集中力を高めてくれているかなと思います。はい。いかに心、体、環境を整えて勉強に集中する時間を作っていくか、そのために睡眠をしっかりとる、リラックス時間をとる、ね、そして集中をしていく、そんな風にね工夫をしています。ということで、いつどのように勉強していますかということでお話をさせていただきました。ご質問本当にありがとうございます。まだ10月の末まで、申し込みフォームありますので、ぜひまたご質問お寄せいただけたらと思うのと、あと10月の17日の9時から朝活イベントをね、することとしました。これもまた申し込みフォームアップしておきますので、また一緒に朝活はいいですよ。はい、一緒にしていきましょう。ということで、今日も素敵な一日をお過ごしください。いいことあるよ、楽しんで。 Have a good day。 いってらっしゃい。ありがとう。